はい、皆さん乃木坂新チャンネルでございます。実は同じ日に動画撮ってまして、先ほど蜜ろうを塗ったんですけど、今度は出来たてほやほやの店内、まだね細かい工事残ってるんですけど、ちょっとお見せしようかなと思います。はい、ということで早速でございます。今エントランスですね立ってまして、ここも石が引いてあるんですけど、一段上がる形になります。というわけでご案内いたします。どうぞ。はい、扉を開けてエントランス入ってきていただくと、今回ちっちゃなエントランス設けました。うち赤坂通りに面しているので、ちょっと前からここ入り口2枚扉にしたいなと思ってたんですよね。はい、音のノイズとかもあるので、というわけで、エントランスになってます。で、中入っていただくとですね、ぜひちょっと永井さん中入ってもらってですね、お部屋がこうちょっと全身真っ暗の部屋になってて、ここにだけスポット立ってます。まあ、ここにちょっとオブジェとか置こうかなと思ってるんですけど、はい、こんな感じでお用意してます。で、ここでお客さん一瞬お待ちいただいて、2枚扉になってて、赤坂通りちょっと、ね、近いんでね、そういったところで一回こう世界を、皆さんの目をちょっと変えたいなとか、世界を変えたいなっていうところがあって、こんな形でご用意してます。はい、では中にご案内いたします。で、先ほどからこういう形で、ね、中入ってきていただく と、このような形で通路が広がっています。すぐに大きな個室、そして小さな個室と2つ個室がありますので、そちらからまずご案内いたします。こちらが大きな個室です。6名様掛けの椅子とテーブルのお部屋にしました。で、今回はそうですね、椅子とテーブルのお部屋にした理由というのは、まあ、畳のねお座敷もすごく雰囲気があっていいんですけども、まあ、予算の都合上でしょうか。というのもなきにしもあらずだったりするんですけど、やっぱり近年ね、なかなかこう膝を曲げるのがしんどいというか、お客さんも多かったのと、あとやはり女性陣がお着物やさんの仕事で、僕もそうだったんですけど、膝をこう何回もかがんでサービスするっていうのが非常にやっぱり膝に負担がかかってしまうんですよね。はい、そういったところもあって、最近、ね、こういう形で椅子とテーブルにしていくお店多いんですけど、まあ、そこへ右へ習いじゃないですけど、そのような形にさせていただきました。はい、ではもう一つ小さなお部屋です。まあ、小さなお部屋もなので基本は一緒です。隣のお部屋、はい、こちらが小さなお部屋で4名様まで、はい、お座りいただけるお部屋になってます。意外とどちらのお部屋もゆったりしてるんじゃないでしょうか。はい、はい、ですね、次カウンターなんですけども、お席カウンター、まあ、来ていただくとここに手がかりが一つ、そして実は奥に来ていただくとこちら側にも手がかりが一つ、これ実は両方からカウンターの席に入れるようになってます。まあ、理由はいろいろあるんですけども、まあこちら側と、はい、それからこちら側から開けてちょっとご案内したいと思います。はい、一段段差になってるんでね、上がっていただく形です。はい、こういった形で6席のカウンターになっております。はい、で両方なんで出入り口にしたかっていうとですね、まあ、お化粧室行ったりとかね、入退店の時に、まあ、2方向あった方がお客様もそれぞれから出られますし、便利なんじゃないかなということと、あともう一つはですね、この梁です。はい、この梁見てください。僕身長172センチなんですけど、多分これ185センチ以上の方だとちょっとガチンするかもしれないですよね。なのでちょっと何でしょう、ここの行き来をなるべく避けたいっていうのが実はあって、両方向から入るっていうのも一つの理由になってます。ジャンプしたら行っちゃいますね。はい、さすがにヘディングの練習をこれですると
大変なことになります、はい、今度1段下がって1段上がるになるんですけども、こちらにお化粧室ございます。お化粧室はあの従来通り前回もそうだったんですけど2つございます。男性用女性用という形でご用意してます。今日はちょっとまだ工事全部終わってないので、中はお見せできません。であれですね、まあ、もう戻ってきていただいたんですけど実はあのこれで今回お店全部なんです。だいぶ客席数が減ったんじゃないかということなんですけど、まあ絞りました。ただ今回ちょっといろんなこと考えて面白い仕掛けになってます、面白い仕掛けになっているところがいくつかあります。それはまあお店来ていただいてからのお楽しみなんですけど、そのうちの一つを最後お見せしたいと思います、はい。まあ、あとここですね、まだ何も入ってないですけど、ワインセラー、ウォークインのワインセラー、はい、そんなに大きくないですけどね、重、はい、こんな感じで、はい、こんな感じです、はい、僕そんなに細くないですけど、僕が一人入れるぐらいですね、にワインを、はい、どちらかというとここはストックではなくて、主にあのお客様にお出しする用の準備ができたワインたちをお出しするようなセラーとしての位置づけになっています。で、まあ、あの最後のもう一つ仕掛けを見せようということだったんですけども、こちらの部屋もう一回来ていただいて、はい、というわけでご覧ください。ワンホールにぶち抜けるように作りました。多分今こういうことを逆にやる店ないんじゃないかなと思うんですけど、あの私職業柄あの海外からのワインメーカーが来た時とかにそういうメーカーズディナーとかをしたいっていう方たちがいらっしゃるんですね。あのインポーターさんとかによくオファーされるんです。で、あのオファーされるんで、あ、なんかうまくできないかなと思った時に、まあ、この仕立てがいいんじゃないかなというふうに思って、これだと、ね、カウンターの石田さんまで見れるので、はい、まあ、仕事がそんなにあの何やってるとか見えないですけど、何かこう仕事してるのも見えますし、なんかこう一体感あるじゃないですか、はい、なので面白いんじゃないかなと思って、ここの真ん中のパーテーションとあとここのパーテーションを全部外すように外せるように作ってあります。ただもちろんここのパーテーションを塞いでですね、ここだけで、はい、ご会食の大きなテーブル、これだと10名様ですけど、あと椅子2つ足せますので12名様、はい、までのお席とかもご用意できるような形になっております、はい、というわけであの内緒の仕掛けの一つだけお見せしました。まもなくオープンで、まあ、実際やってみてどういう風になっていくのかね、わからないんですけど、ただまあ、満足いくお店作りができたのかなと今は思ってます。なのであとは、営業を開始してからひたすら頑張るだけだなと思ってますので、はい、新しくなった新乃木坂新を、はい、ぜひ楽しみに来ていただければと思いますので、とりあえずあの近況動画でございました、はい、また皆さんあのよかったなと思ったらいいねボタンとあとなん、チャンネル登録ですか、はい、の方していただけると嬉しいです、はい、では引き続きよろしくお願いいたします。